こんばんばは今日は、えー、中3生が昨日受けたばかりの、えー、第平成29年第2回、えー名前っけえー、と学力診断テストか、第2回学力診断テストの説明をします。これ、生徒から質問されて今日日曜日に授業でもやったんですけども、じゃあいきますね。<laughs> 下の図のように y=x 分の a、これですね、双曲線 y=x 分の a。 で、のグラフ上に2点 AB があると。こう AB がですね。で、それぞれの X 差比はマイナス4、2であると。これが X マイナス4、これが2と。で、Y コールマイナス 2X マイナス4のグラフ。これですね。は2点 AB を取ると。で、1から3に答えなさいと。じゃあ、解く前に分かる範囲で言うと、いきますよ。これ Y コールマイナス 2X マイナス4ってことは、こう、切片マイナス4ですね。これ実は後で使うんですけど、このマイナス4で後で使います。 で、あと、A から行きましょうか。これが Y イコールマイナス 2X マイナス4で、その上に X がマイナス4って言うんだから、じゃあこのマイナス4、この中代入しましょうか。じゃあこれの Y 座標、A と B の Y 座標を今から出します。じゃあこの中にマイナス4入れてくれたら、4か。Y が。だからここ、点 A は、マイナス4、4ってことですね点 A。点 A は。で、点 B は、じゃあ X が2って言うんだから、この中に2入れたら、マイナス8か。じゃあここに、ここは、 2マイナス8と。ね。いいですか。で、えっ、ー、と、1番。A を求めなさい。A の値を求めなさい。2番、三角形 OAB の面積を求めなさい。で、3番ちょっと後からいきます。じゃあ、A ってことは、この Y これ X 分の A。じゃあ、今、点 B の Y 座標を求めたんで、これ使いますね。じゃあ2、2マイナス8っていう点が、ここの、ここの、ここ上にあると。ということは、X に Y にマイナス8って、この中入れましょうか。そしたら、1番。 イコール x 分の a に x イコール 2y イコールマイナス8を代入と。いいですかそしたらもう、えっ、ー、と、マイナス8イコール x 分の2。っていうことで、じゃ両辺 x かけて、マイナス 8x イコール2。じゃあ両辺マイナス8で。えっ、ー、と、マイナス 8x。両辺マイナス、えっ、ー、と、 ですね。X、あ、ま、間違えええっ X 分の2なわけじゃないおかしいの <laughs> X に2を入れんとけんの <laughs> ごめんなさい逆マイナス8イコール <coughs> ごめんなさいえー、っと2分の A かですねごめんなさいね緊張してるから <laughs> 間違えましたというのは嘘で <laughs> じゃあお互いに2をかけてくださいマイナス16イコール A とだから A はマイナス16といいですかね じゃあこのの -16 っていうのも使えますだから今度からこれは y=−x イコー分の16で使ってください。こ,これはですね。もうこれ使,使わないと。はいじゃあ2番。三角形 OAB。OAB ってことは OAB ちょっと書きましょうか。OAB とこうこうですね。っていうことはちょっとふとふと。 ーと B をこう結んで O と A をこう結んでそしたらこの Y 軸を切れ目に入れて Y 軸を切れ目に入れて切れ目として左の三角形と右の三角形って考えましょうか。ですか。そしたらこの底辺に当たるのは。 これ、底辺と考えて三角形の。で、左の三角形と右の面積出しますよ。三角形の面積。まず、底辺が、まあ、確かに座標はマイナス4ですけども、長さ4ですね。で、高さに当たるのは x 座標を見て、ここの高さはこれ4ですね。マイナス4ってことは長さ4ですね。じゃあ4、4×4÷2 か。4×4÷2。じゃあ、左側の三角形は、この左側の三角形。これですね。左側の三角形は、底辺4。 かかけるる高さ4で割る2と三角形だからじゃあ8ですね。でこの右側の三角形と。じゃあ底辺4ですね。で高さは今度この X の X 座標2ですね。4×2 で割る2と。で4と。じゃあ答えはこれとこれ足せばいいですね。4と8を。じゃあ回答は12と。いいですかね。じゃあ2番の面積は12と。じゃあ続いて次は面倒くさいんですけども3番繰り返しますよ。 えーと下の図のように四角形 ACBO が平行四辺形だから新しく C を作るんですね ACBO とまあ AOB 決まってますからとなるような点 C を通りで点 D が57があるとここに57っていう座標が点 D を取る直線が平行四辺形この ACBO の面積を2等分するようにこうやって引くとこの直線の式を言いなさいとじゃあねまず C を決めてからしましょうかまず A とね A が A の座標がマイナス4 4かで O が当然00で B が2イナスゃいきますよこれは平行四辺形ってことはこっからこれの x 座標の差とこっからこの x 座標の差は等しいですよねでさらに A と O の y 座標の差と C と B の y 座標の差は等しいからじゃいきますよもしくは傾きで言ってもいいか傾きで言っても。 これ、この直線の傾き、変化の割合が、4行って4下がりますよね。4行って4下がると。じゃあ同じようにこれも4行って4下げましょうか。逆に言うと、4上に行って4左側に行きましょうか。そう考えたら、じゃあ2マイナス8を上に4行って、って言ったら高さ4です。あ、高さマイナス4ですね。だから C の高さマイナス4ですね。座標、え、Y 座標が。分ますよ。A、AO って直線のこの傾きが、 4行って4下がってるからマイナス1ですよね。だ傾きがマイナス1になるようにこう作りましょう。そしたら、4行って4下がるってことは、これも4行って4下がる。つまり4上がって4左に行くと。じゃあ4上がって4左ってことは、これマイナス2か。いいですかそしたら、だらこの点 C をマイナス2、マイナス4にしたら、見とってくださいよ。X 座標の差が4、Y 座標の差が4と。じゃあこれも X 座標の差が4、Y 座標の差が4と。ちょうど傾きが一緒になりますね。 じゃあ C はこれで決まりました。マイナス2、マイナス4と。で、これね、覚えてるってことですね。<laughs> 正方形とか長方形とか平行四辺形はこういう特徴があります。例えば正方形はこうあります。正方形を、これ面積を2等分する直線を引け言われたら、対角線こう引きます。そして、ここの対角線のぶつかったところさえ通れば、どういう直線引いてもですよ。どういう直線引いても右と左は同じ面積。こう引いても、 右と左同じ面積ここの交点さえ通ればどういう直線引いてもあの上と下同じ面積同じ面積なんですよじゃあ長方形も一緒で平行四辺形も一緒でこうやってですよそれはそれは暗記物ですよ暗記物対角線こう引くと対角線の交点さえ通ってればさえ通ってればどう引いても面積は2等分になるんですよ右と左で2等分絶対それは暗記 で以前大分西中の実力テストでこういう問題がありましたこう作図の問題なんですけれども正方形があってでまたここに正方形があるとでこの正方形黒い正方形ですねでじゃあでっかいちょっと正方形っぽくな、ね、いでっかい正方形とちっこい正方形で白いところ白いところの面積の2等分の線を入れなさい,と白,い白い部分の面積を2等分する 直線を引きなさいとって言われる問題がありましたという問題です、ね、それどうやるかっていうと作図としてはこの白のでっかい正方形のこうこう作れるんですよこうやって。でここ,ここを通ればいいんですよ、まあ、対角線の中心でさらに黒もこう引いてこう引いてここは中心とあ対角線のぶつかってるところじゃあぶつかってるとこぶつかってるところをだからこことここを通ればもう面積2等分です。そういうい 問題がありました大分日中の実力テストい昔ですけどもだからあの正方形も長方形も、えー、と平行四辺形も対角線の交点ぶつかったところを通ればどういう直線を引いても面積2等分なんだっていうのを知ってればいきますよじゃあ、えー、とここの対角線だからこう O と C 結んでこの対角線 まあもちろんあのこれとこれのこれの直線式とこれの直線式出してもいいんですけどもいいんですよもちろんで直線式直線式出してその交点をって形でもいいんだけど実はもう目分量目分量とかいきますねなんでかっていうと平行四辺形の対角線っていうのはこう 2, 2等分しますもんね。ということは 0, 0とじゃあここはいきますよ0と 0, 0と− 2ス4の中点でさえあればいいので。 ですよねこの交点っていうのは何でかって平行四辺形は、えー、と対角線が互いに多を二等分するとつまり中点で交わるとっていうのが平行四辺形だったので,でじゃあどう見てもここイ1ス2ですよねここここっていうのはそうですよねこことこの中点なんだからはいじゃああとはもうこの57とイ1ス2を通る直線式を作ってください この57とマイナス1マイナス2を通る直線式さえ通ればいい、あ、作ればいいです。だからこう、こういう直線式を作ってください。いいですか。そしたらもう、えっ、ー、と、2点を通る直線式になります。じゃあ2点を通る直線式だから、いきますよ。えっ、ー、と、じゃあこれに書こうか。マイナス1マイナス257を通る直線式と。 を求める。そしたらもうこういきましょう。x が今から6増えましたね。y が5増えたと。じゃあ変化の割合は6分の5で。あ違う違うごめんなさい。6分の9か。<laughs> マイナス2から七か。9か。x が6増えて y が9増えてますね。じゃあ変化の割合は6分の9つまり2分の3ですね。じゃあこの直線式は y=2 分の 3x とまでを置けてあと b だからこう置いてあとは。 どっちか代入して57でいきましょうかプラスの方が分かりやすいから 57x に 5y に7入れますよ7イコール2分のじゃあこれ5だから3を 15+b とということはこれマイナス2分の1ですねということは解答は y イコール2分の 3x2 分の 3x マイナス2分の1とこれは解答です y イコール二分の三 x マイナス二分の一だよろしいでしょうか。まあこれ結構いい問題ですね。これこ作図に使ってもいいぐらいの問題だったりですね。はいじゃあ以上です。受験生頑張れ。